せーの、坂本龍一さんの戦場のメリークリスマス、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。気持ちがいいんですよ、このメロディーをこう歌うのは。これはやっぱり演奏で弾く曲かなってみんな思ってたかもしれないけど、あえてこの、なんていうの、声で、ハミングでこう、なん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 、ああ、これはね、ハマりますから皆さん。もうガズさんもうすっかりハマっちゃってですね、もうずーっとこれもう、昨日からずーっともうこう頭の中に流れ放題なんですけどね。はい、皆さんもハマりますからね、ゆっくり楽しんでやっていってください。今聞いていただいて分かったんですけど、これガズレレオリジナルのショートカットオリジナルバージョンのアレンジですんで、皆さんちょっといい感じでやりたい時はですね、この今取り上げたところをこうかいつまんで、オリジナルのバージョンにして演奏してみるのも面白いと思います。ひとまずは今のガズレレのシンプル簡単バージョンの動画に合わせて、コードは出てますけど、今日メロディーというか歌詞がないからね。はい。それを見ながらね、こう演奏してちょっと練習していただければと思います。はい。で、一緒にできた方、動画に合わせてね、まず1個目のステップはクリアだと思います。そしたらね、次のステップどんどん行きましょう。次のステップは何をやるかというと、今度は、ガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さんお一人だけで演奏して、ハミングして、音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけどね。いずれはね、覚えちゃって、コード進行とか覚えちゃって、こう、大空に向かってこのメロディー弾いたら気持ちいいですよ。ねん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 とかできるようになるといいんです、いいと思うんですけどね。最初からやっぱコード丸暗記するというのは難しいでしょうから、まずは楽譜的なものを見て、だん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 自分の体に覚え込ませて、いずれ覚えちゃう。これがいいと思うんですけどね。でも楽譜ってどこにあるんだろうということになると思うんですけど、安心してください。今ね、演奏したの、ガズはね、この自分で書いたノートを見て演奏していたんですよ。はい。はい。これ見て、戦場のメリークリスマス、坂本龍一さんですけど、この、ほら、ハミングバージョンということで。今日はだから見て、コードだけですよ。すごいさっぱりしてますね。いつもはこんな感じでぐちゃぐちゃに歌詞が書いてある。ぐちゃぐちゃってことはないですけどね。はい。はい。さっぱりしてます。はい。その代わり、な。わかんなかったらここにメロディーライン書くのもいいと思うんですけど。はい。もうちょっとしたらね、こんな感じででっかく皆さんに映して、シェアして、みんなにこんな風に書いてねっていう風に、やろうと思うんですけど、今、すごくいいサービス始まってます。これです。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かと言いますと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた戦場のメリークリスマスの楽譜を含む、が今まで手書きで書きまくってきたもう膨大なストックのノート楽譜のデータがあるんですけど、それを毎月5曲皆さんやってみたいな、面白そうなというのを選んでいただいて、お手元にすぐダウンロードできる。これ全部 YouTube に連動してますからね、すぐに練習に開始できるよという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも毎月2回全世界中の方が参加してくださってくれる、ものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ、オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけのいろいろイベントが、限定イベントがあったりとか、とにかくここは一個の村みたいな感じで、音楽をいろんな形で楽しもう、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも一個のね、こう村作りとして動いてますね。はい。これ概要欄にね、詳細貼っておくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズここがちょっと難しいとか、8ビートのこの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね、毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという、YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半からラジオ放送をやってます。スタンドFM というね、アプリの中で、ガズラジというラジオ放送やってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ、無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですね、チェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。それでは、楽譜を見ていきましょう。戦場のメリークリスマス、坂本龍一さんです。はい、さっきも言いましたけど、ハミングバージョンということで歌詞を書いてないですけれども、もしこのメロディーラインわかんなかったら、こういう並々でね、メロディーラインを書くのもいいと思います。はい。ということで、今日はコード譜ですね、だからね。で、今日はね、簡単バージョンからもう A1 ブロック4つとかも出てきますからね。はい。これをちょっと一時停止して書いていただくか、あとは、さっき紹介してさせてもらったガズクラブで、このデータをお手元にダウンロードしていただくのもすごく有効だと思います。はい。で、ここ見てください。ここもそうだけど、下にくるっとこう囲ってる。下にくるっと囲ってるやつは、後半やるかっこいいバージョンではこのコードを弾いていきます。はい。で、ここもこんな風に変わってたらいい。ちょっとね、矢印マークとかあるんです。これは後で解説していきます。で、今日ね、シンプル簡単バージョンで、どうしてもこのコード、ちょっと避けられなかった。Gm7。これはね、なんとか後で解説しっかりしていくんで、マスターしてほしいなと思うんですけど、こんな感じです。まずはこの A パターンと B パターン。はい。ここを一時停止して書いてください。で、その後はこれが、またこう。これ繰り返しなんですけどね。
はい、でかっこいいバージョンではね、弾き方でどんどん展開していくんでね、その辺もお楽しみにしておいてください。でここまたちょっとこう変わったパターン、 D パターン、はいですか、ここもワンブロック4つになってますね。はい、でここタタタタって書いてあるのがかっこいいバージョンで、ここねちょっと面白い弾き方になりますよということでございます。はい、でここまたデン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 のメインのフレーズを繰り返して、最後ここちょっとねこの辺がコード変わってたりするんですけど、こんな感じがガズレレアレンジの戦場のメリークリスマスでございます。でそれでコードが結構出てきちゃうんですよね。ちょっと見てもらいたいんですけど、ねまずねこの赤く囲っているやつは後半出てくるかっこいいバージョンでしか出てきません。でこの青く囲っているこの Gm7、 これがちょっとね初心者の方ちょっと今日は説明がいるなと思うんですけど、まずはちょっとこれも隠させておいてもらって、今映ってるこの7個のコードを言ってきます。 Am と F と Dm、 G7、 E7、 Em7 と D7、 この今映ってる7個のコードは入門コード、これ簡単ですよ。ガズレレ必須コードというウクレレ初心者に一番最初に覚えてもらいたい入門コードのグループです。私がめちゃくちゃ皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうすごいいい動画撮ってます。ここにリンク貼っとくんで、このねガズレレ必須コード遅から早から覚えちゃってください。今日は10個あるうちのその7個が出てきますよということでございます。で今日はねそのシンプル簡単バージョンで出てきちゃった Gm7 というコード、これをねちょっと最初にレクチャーしよう。はい、押さえれました。こことこことここなんですけど、これね結構苦手な方多いんですよ。指がねこんな風にこのぐらい反り返って1フレットの1弦2弦こんな風に、これがいいんですよね本当は。でこれを押さえるために親指の位置相当下げないとですよ。普通に握ってたら押さえられないですからね、グッとこんな感じです。だからこのとっさきでこう挟む感じがいいですよ、こうピッて。はい、でそれでも難しいなという方は3弦から押さえちゃうのをおすすめします。親指もちょっと上に上げて3弦から押さえちゃって、同じ3弦のこのここを押さえるってことですね。はい、要は A7 の押さえといてパタッと倒すってイメージです。そうしたら押さえやすくなったっていう人結構多いです。はい、それかもうあとはもう押さえづらかったらもうこうやって押さえるとかこうやって押さえるとかちょっと工夫して、とにかくこの Gm7 を押さえていきましょう。はい、今のでだからコード8個でシンプル簡単バージョンが今できたぞということでございますが、まずはねほんとゆっくりこれでメロディーラインとかこういい気分でやっていただきたいなと思いますけど、はい、でもこの後やるかっこいいバージョンのやつも聞いたらやっぱりねこっちの方がいいってなると思いますよ。ここからかっこいいバージョンの解説に、ね、入っていきます。かっこいいバージョンではですね、さらにコードが追加されます。まずはこれ Fm7、 これがいい響きなんですよ。これよく出てくるコードなんですけど、押さえる場所は3弦と4弦の5フレットこんな感じで押さえます。はい、1弦と2弦は押さえてないです。いい響きだな、これ。これがね、F メジャーす。これがいいんです。これね、5フレットでしょ?だからここ結構距離があるんですよ。だからこの浮いてる人差し指を使ってちょっとこっち戻るときに、戻りやすいんで、この押さえ方をおすすめしております。これがね、この曲がちょっと欠かせないですね、F メジャーす。ちょっと押さえるの難しい。慣れが必要です。最初のうちはここにピッとね、なかなかうまくいかないかもしれないんですけど、経験していくとですね、パッとこう行くようになるんです。これ不思議なことにね。F メジャーす、F メジャー7使っていきましょう。あともう一個。E7 サスポ。これは結構簡単だと思いますね。E7 という入門コードありますよね。人差し指見てください。ここに行ったら E7 サスポ。ここ行ったら E7。これ行ったら来たりします。こんな感じの使い方ですね。この2つのコードを足して、かっこいいバージョンをやっていきましょう。で、今日はね、このかっこいいバージョン。リズムがめちゃくちゃ面白いというか、かっこよくていろいろ転化させていくのがいいかなと。もともとこれ伴奏だけっていうか、そのメロディーもね、コードもピアノだけで弾いているっていう原曲なんですけど、そのリズム部門をこうウクレレで一点に引き受けて、いろんなリズムを織り交ぜていこうと思います。まずじゃあ、今日出てくるリズム一応ご紹介。ボン!アルペジオとガズペジオと、8ビートとつまみ弾き。こちらでいこうと思います。このつまみ弾きって一体何だ?これ後でちょっと解説しようと思うんですけど、今それ以外のアルペジオ、ガズペジオ、8ビートっていうのは、ちょっとここにリンク貼ってみましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページで、その中にもう濃厚解説動画、それぞれの弾き方の、動画がもうすでにアップロードされておりますので、じっくり見てやってみてください。まずアルペジオっていうのは基本にあると思うんですけど、ちょっとアルペジオってね、ちょっと Am、 あ、じゃあ F でやってみようか。こんな感じ、つまびくタイプですね。で、ガズペジオっていうのはそれにちょっとパワーを加えた感じ。そして今、ガズペジオやりますよ。こっちはちょっとボリューミーである、この使い分けもあるんですよ。これかっこいいでしょ。で、8ビートはこのストロークっていわゆるやつなんですけど、こんな感じですね。これもちょっとね、最後の方盛り上がるときに、このストロークを使いたいなと思って、チャも入らない、なんですけど、その中で強弱で表現するっていうところもあるんで、これも後でちょっと解説していこうと思います。はい、で、この、今日ね、ちょっとつまみ弾きっていうのはあるんだけど、ちょっとこの辺も流れで解説していこうかなと思います。まず最初、始まりは、アルペジオで、しかもこう結構アドリブを入れるような感じで、スローな感じがいいと思うんですよね。ちょっと雰囲気やってみましょうか。せーの。ねん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 。ねん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 。
強弱とか、この、あの、伸ばすところとか、こう散りばめていっていいと思うんです。テンポも一定じゃなくて、すごくこう、ストレッチを効かせて伸ばして溜めたりとかいうのもね、こういう曲はすごく似合うかなと思います。アルペジオでこう、なんていうのかな、こう、つまびいて、こう、感情表現を乗っけるのには、これはいい弾き方になると思いますからね。やってみてください。で、なんかね、だからこれはそういうニュアンスが、この曲がやっぱ多いかな。それをやるとすごくかっこいいと思うんでね。特にこの B パートの Gm7 で、ねん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 。この強弱とこのハミングの自分のボーカルの音量とこのつまびくボリュームをこうシンクロさせるみたいな、このうねりがあった方がね、ずっと押しっぱなしとかずっと弾きっぱなしじゃなくて、こう押したり弾いたりをこのね、曲の中で持っていくのがいいと思います。そして B メロの中に、まあ、キメがちょっと唯一入るんですけど、ちょっと B メロの後半やってみますね。せーの。ねー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 。今矢印マーク書いてあったでしょ。これはシンコペーションといってリズムがポーンと前に突っ込んでくると。E7 サスポーから E7 にドーンと今入ってきました。もう一回やってみましょう。B メロ後半。ねね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 。次ですよ。ねね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 みたいな感じで入ってきます。はい。で、このその次のね、今の B メロの次のブロックのところ、前半はアルペジオで、後半はガスペジオっていう、ちょっとこの微妙な変化をね、ちょっとデモ演奏で確認ください。これがかっこいいんですよ、結構。アルペジオでつまびいて、こうやっているところに、ガスペジオになった途端に、ちょっとビートが生まれるんですよね。そこのこの繊細な感じがたまらないです。で、その後 D パートというふうにガズが言ってるところで、つまみ弾き。これをやりたいと思います。つまみ弾きっていうのはね、そのガズレの動画の中では、ボサノバビートがちょっと参考になると思います。一応ちょっとレクチャーしておきますと、はい、右手なんですけど、1弦が、見て、薬指、2弦は中指、3弦人差し指、4弦親指で、1、2、3弦は弦の下に指をこう入れていって、4弦だけ上です。で、こう、上に引っ張り上げる。これをつまみ弾き、これで F メジャー7を押さえて。アクセントつける。タッとっと、タッとっと、つまみ上げる。わかる？はい。これをつまみ弾き。これできたらこれちょっとやってみないって感じ。これがね、結構ここピアノのね、これフレーズかっこいいんですよ。これもう完全にちょっと再現してみた。こんな感じです。ここパッ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 と音が止まる感じね、これがかっこいい。このつまみ弾きちょっとぜひチャレンジしてみてください。ちょっと難しかったらこれガスペジオでいいと思いますからね。はい。そして最後、一番最後のこのデン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 で一番盛り上がりたいところでは、前半も後半もずっと8ビートなんだけど、前半はちょっとおとなしめ、後半はちょっとね大きくボリュームをちょっと、上げる感じでイメージして、最後のラストに向かっていくという感じで表現できるのがいいんじゃないかなというふうに思います。そして演奏の強弱もですけど、さっきも言いましたけど、このハミング自体にも、強弱をつけたり、エモーショナルでハミングにしたり、こう空気を抜けるようなあのサウンドにしたりとか、いろいろそういう工夫があってもすごく楽しめるかなというふうに思います。歌詞がない分、そういうところのこの声の感情表現っていうのをね、結構ねこれ楽しくできるんじゃないかなというふうに思ったりもします。もう映画がねすごいインパクトがある映画でしたよね。当時僕子供だったけどね、北野武さんがね、出演なされてる映画でしたけど。まあでもこの音楽の響きのこのイメージはやっぱり強烈でしたので、このメロディーはもう素晴らしい。これをまさか自分がウクレレ弾いてハミングで歌うなんて思いもしなかったんですけどね。やってみたら気持ちがいいですよ。これ感情を込めてやっていきましょう。それでは、坂本龍一さんの戦場のメリークリスマスガズレレ流かっこいいバージョン。いろんな弾き方でかっこよくやってみます。
の坂本龍一さんの戦場のメリークリスマス、ガゼレレ流かっこいい場所やってみました。なんというかこのいいでしょう、この F メジャー7の響きとかいろんなリズムがこういうなんていうのをこうほんとどん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 展開していって最後盛り上がっていくみたいなこのストーリーになっているというね。しかもこのメロディーを口で言うっていうこのハミングで歌うっていうこの心地よさ、思ったより良かったです。皆さんもぜひご体感ください、ね。2023年ガゼル生誕10周年ということで東京、名古屋、大阪でイベント開催したんですけど、もうソールドアウトになってくれてありがとうございます。追加公演決定です。5月の14日日曜日吉祥寺 GB で夕方の部、これが予約スタートになりました。ぜひ皆さん買い逃した方、どうしようかなって迷ってるうちにソールドになっちゃった方、概要欄に貼っておくんでぜひ、予約してください。待ってます。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってんです。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルでどんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これガズピアノでね、 YouTube 検索すると出てきます。本が出てますか？リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さんこれ覚えておいてください。検索して、今楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、あのガズレシピというアプリがあってですね、アプリスマホとかあのタブレットに皆さん入れておいてください。入ってそこで何ができるかというと楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますんで、ぜひあのアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね、書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。Amazon などで販売中。ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あといつもでガズが使ってるジーラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね、 T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページ、ホームページに載ってますんでね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じであっちからこっちからもうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん楽しく音楽していきましょう。さあ本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。